チプレ。時刻は6時になりました。この時間はトチプレ、オフィス吉田グループがお送りいたします。本日のパーソナリティは吉田秀樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして秘書の渡辺清美です。はい、よろしくお願いします。そして宮ラジからは滝沢由紀がお届けいたします。さあ、そして本日のゲストは、本日のゲストはなんと滝沢由紀さんです。すいません、私でございます。よろしくお願いいたします。ナビゲーター兼ゲスト、なかなか珍しいパターンですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ、この番組トチプレとは、トークバラエティ番組トチプレ、はい、吉田秀樹が栃木県出身または栃木県で活躍中の著名人、有名人、経営者をゲストにお招きし、ゲストの人生や仕事に対する思い出やエピソードをリスナーさんと共に一緒にお話しするトーク番組となっておりますが、本日が最終回でございます。残念で、ちょうど1年ですね。ちょうど1年、ほんと10月から昨年始めまして、はい、ちょうど10年いいよ、10年やるよそうなんです。今後10年続けていくためのちょっと充電期間ですよね、うん、そうなんですよ。充電です。はい、充電期間とさせていただきますので、一旦ここでちょっと最終回とさせていただきますので、はい、いいんですか、最終回のゲスト私で。最終回だから滝沢さんじゃないですか。本当ですよね、はい、それが一番だと思います、うん、最高でございます。一緒に番組やっててさ、そういえば滝沢さんのこと詳しく聞いてないなと思って、はい最初にやるべきだよね。そうでしたね、確かに ね、そうですね、最後だと、いや最後だとなんかあれかなと思いましたけど、まあ言ってもね、うん、この後またね、いつか復活した折には、ね、はい、また有名な方々をお呼びして、うん、ね、今度さ、うんうん、お酒でも飲みながらやれるような、はい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 、そんな番組も面白いですよね。そうですね、なので、うん、もしオフィス吉田グループ宇都宮に移して、うん、まあ、このオリオン通りとか、うん、まあ、この見える範囲とかであれば、うん、宮ラジね、そこでサテライト放送してしまうという、いい、ね、そしたらお酒飲みながら、ね、つまみながら、いいですね、わちゃわちゃと、ゲストさん酔っ払して、本当ですよね、本音を引き出すっていう、かっこつけてんじゃないよって言いながらそういうのいいです ね、うん、ぜひぜひそんなのもまた、はい、もういろいろ形にしていくためにも、うん、ここで一旦ちょっとね、今日は終わりとなりますけれども、はい、はい、またぜひぜひなんかね、吉田さんへのメッセージなんかもいただけると嬉しいですね。いいすね、お願いします、うん、続けろ続けろっていうのももうありでございますのであそしたら滝沢さんやってくださいまた来月急にまたトチプレ、ね、トチプレ始まりましたって言ってそんなのもありですね、はい、さあ、では本日のゲスト滝沢由紀について、はい、なんと渡辺清美様がご紹介していただけるということですので、はい、はい、僭越ながら、はいはい、ご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。アナウンサー並みにお願いします、ね、お願いいたします。ハードル上げてどうするんですかそうですよ、はい、はい、まずは誤字脱字のないように読みますね。それ私が書いたんで、誤字脱字あったら私ですね読み間違いのないように、読み間違いのないように、はい、誤字脱字は私の責任でございますじゃあ、はい、はい、問題なく、はいはい、読み上げたいと思います、はい、お願いします、はい、滝沢由紀さん、はい、至って普通に育った学生時代、気がつけば人が笑ってくれることが嬉しいことに気づき、大学卒業後コネを使って事務所に所属しようと試みるも、相方にしようとしていた美女友人にあっさり断られ断念。しかし喋ることで人に笑ってもらいたい気持ちが強く、ブライダル司会者を目指し事務所に所属、うん、若すぎたためキャラクターショーのお姉さんの仕事をたくさんこなし、その後ブライダル司会者として経験を積みました。現在もブライダル司会者として大活躍しながら、宮ラジのスタッフパーソナリティとして、うん、どうしたら喋りで人を笑わせることができるか、和んでもらえるか日々研究中です。6年前には野球選手が好きすぎて、うん、栃木ゴールデンブレーブスのスタジアム MC も経験させてもらいました。喋、うん、ることならば何でもやりたいです。ということで、もう大した内容ないんですけれども、いやいや、一応自分が書いた割には大活躍という言葉も、使わせていただきました。ありがとうございます。笑わせたいんですね。笑わせたいですね、うん、お笑い芸人になればよかった。そうなんです。最初だから、そのお笑い芸人を目指してっていうのがちょっと抜けたんですけれども、大学卒業後にお笑い芸人をやりたくって
って、うん、いつも一緒に面白いことをやっていた友人を誘って、うん、で一応あの事務所も、サンミュージックだったかな、もうあのコネクションを使って、おう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 、そこ入るみたいな話をもらって、うん、よっしゃって言って友達に言ったら、うん、私あの化粧品会社決まったからって言われて、あーなるほどねって言って、一人でやるほどの実力というか、うん、勇気もなかったので、当時ね、あ、まあそうですね、うんうん、そうなんですよ、まあいっかっていう感じであっさりと、うん、でもその後にあの某芸人さんとお仕事をしたことが あるんですけど、吉本の芸人さんと、その時にやっぱりこの話をして、いや実はお笑い芸人やりたかったと言ったら、まあすごい昔なので、当時はやっぱり女性のお笑い芸人はちょっとお色気系、いわゆるダッチューのみたいな、 あの時代なので、やっぱこうお色気系になっちゃうから、どうしてもやっぱり本当に笑わせるなら、本当にこうなんだろう、もう脱いでなんぼみたいな、こういるじゃないですか、ガテン系な女子、本当に笑わせるという人たち今はいっぱいいるけれども、うん、その当時はやっぱりこう、ね、うん、だっちゅうのか、もう本気のあの森三中的な、もう全てをさらけ出すみたいな、あれじゃないと、そうなんですよ、あれじゃないとやっぱきついと思いますよって言われて、うわよかったわ逆にやらなくてっていう、ちょっとそこは思いましたけれどもね、また恥じらいが、今から、うん、全然あのね、あの私たちの仲間でもあります、うん、雪男、ね、はい、雪男パイセンと、うん、もうそのうちもしかしたらあの新しいデビューの仕方をするかもしれないですよね。うん、もう本当にいくつになってもできるぞという、本当にこの間雪男さん言ってました、うん、僕は一人漫談を目指しますって、もうここで振られてるじゃないですか。いやその心を突き動かす何か面白いことをやればいいんですもん ね、はい、はい、まだまだ諦めないですよ、まだまだ、うん、お笑い芸人合いそうだもんね、はい、やってみたいですね。あの上原長さん、あの吉本の住みます芸人さんにもですね、ちょっとなんか2人で組んで M1 出ようよって言ったら、いいじゃん、そう、でもあっち、あの今議員さんをやってらっしゃるので、真岡市議やってるので、ちょっとだんだん頭がこう固くなってきてるので、はい、やろうよって言ったんだけど、うん、って終わりましたね、まあ、やれなくもないか、そう、やれなくもないかくらいな感じで終わっちゃいましたね、あらーと思って、どこにも振られるんですけれども、諦めないでいこうかなと。そうですよ、諦めないことですよ、うん、ね、そうなんです、長く思ってると必ず叶うんで、うん、まあ大丈夫、ね、と思いますけども、ね、それは思います、はい、本当に、うん、か自分はあの初めてね滝沢さんに会った時に、はい、ウグイス城っていうイメージが強かったの。そうですね、ちょうど、ね、ブレーブスでお仕事始めた時だったので、うん、あの はい、ちょっとその頃の笑わかすウグイス城ってちょっとできます？できないですよ。できないか。でもなんかあのヒーローインタビューで、うん、やっぱり通常だとあの時のあのボールがこう来たからこうでしたよねみたいな、うん、よくこう普通にやるじゃないですか、うんうん、あれは BC リーグなので、うん、それでいいのかなってすごい思ってたんですよ、はいはいはい、そんなかっこいいことを聞いても、うん、まあ、言っても私も分かんないので野球そんなに野球選手が好きすぎてやっただけなので、な野球そんな詳しくないので、ルールとかね、そうなんです、そうなんです、まあそれでいいんだよ、うん、それでいいの BC リーグは、そう、怒られちゃう、怒られちゃう、いやでも、うん、のその方がいい、ね、うん、入り口としてはやっぱり野球選手のなんか雰囲気とか顔とか感じとか、近いからね、そう、野球選手っていう名前だけで好きなんですよね、そう、それでやっただけなので全然言えないので、もう本当になんかこうくだらないこと聞いてた気がしますね。そうすか、うん、あの野球のことじゃないことをヒーローインタビューでも聞いてたんですけど、今日の晩御飯何ですか、うん、とか、あ、もう本当にそういうくらいに近いこと、何を食べたらこんなになるんですかみたいな、はい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 、今日何を考えてやりましたかとか、うん、それもちろんコーンフレークやろ。あ、違うか、ごめん、返しが難しいよね、こんな感じなんですよ、ミルクボーイのね、うん、感じのね、はい、ちょっと返せなくてごめん、ちょっと古かったなと思ってもう古いんだ、もう古いの、ちょっとどんどん進化してますからね、本当にどんどん進化、あともうあと2年ぐらい経った頃にもう1回やると笑われます、うん、あらもうちょっとお笑いの世界厳しいですね。そうなんですよ、こんな大きなっていうのからそう始まる、こんな大きなバットをいただきまし た、ね、ただきました、ありがとうございます。そういう感じですよね、ちょっとまあ古いんじゃないですか、だいぶ古いですか、だいぶ使われてきたものですからね、自分の中ではですね、うん、あの中川家が今ブレイク中ですか、古すぎだな、いやいやいや、今もやっぱりラジオもやってますしね、うんうん、私もラジオいつも聞くんですけど、うん、あと番組も結構 YouTube とか、うん、あと TVer とか私も見ます。この間はあの、うん、安友、私の大好きな海原康代智子と中川家、うん、兄弟、うんの漫才師なので、そうなの、そうなんですよ、中川家も海原康代智子も兄弟でやってるので、うん、その4人仲良しなので、うん、4人で、旅するっていう関西でしかやってない番組を TVer で見たんですけど、
ゆったりとしてて面白かったです。ちなみに一番好きなお笑い芸人ってどなたですか？もう先ほど出た海原やすよともこですね。完全にそうなの、大好きですね。生放送始まる前にね、会った話もすごい勢いで話したじゃないですか、ね、でもそうなんです、ね、実際に会ったらやっぱり喋れないって。そうなんですよね。もういろいろ考えたけども、結果、はい、頑張ってください。皆さんも多分ね、リスナーの皆さんも多分会いたい芸能人とか好きな人に、もし会えたら、多分言葉出てこないと思いますよ。出てこないですね。本当、いっぱい考えても、あと乙女になりますね、やっぱり。ね、なんかないですか、なんかもう私はこのまま素のままで面白くいきたいと思うのに、なんか声がすごく高くなるんですよ。ああ、なんかああどこあみたいな、どこからみたいな。ちなみに、はい、どんなことやろうと思ってたんですか、もし会えたら。会えたら変顔したりとか。変顔、はい、あとは、わざとなんかこう、何か違う名前で呼んでみるとか、なんかこう一字違いとかね、貝原とかね、なんかその、海じゃなくて山原とか、なんか言ってみるとかね。あら、怖え、勇気がいるね。そう、突っ込まれてみたいとか、そう、まあ、シチュエーションにもよると思うんですけど、まあ、やりたいことはもう盛りだくさんだったんですけれども、本当に、何でしたっけ、マジックハンドでしたっけ、こう、手みたいなやつで、こう、ガチャガチャするおもちゃ、ああいうのを持ってて、握手してくださいとか、もう何でもやりたかったんですけど、どれ一つ叶わずでしたね。1オクターブ上がっただけ。上がっただけ、うわ、頑張ってください、頑張ってくださいしか言えてなかったっていう。もしね、私でしたらね、何もできずただ見るだけですね。そうなんですよ、絶対そうなると思う。声かけられないよ。そう、東京の人ってやっぱりそうじゃないですか。前にちょっとお話ししたかもですけど、大阪から東京に帰るときに、大阪駅で、新大阪駅で、小錦と明けぼのにあったんですよ。小錦と明けぼのすぐいるじゃないですか、もうすぐ分かるじゃないですか、かる。向こうから歩いてくるだけで、アロハ着て、大きい2人がこう歩いてくるので、おっとと。で、その2人が歩いてきたら、もう関西人ぐわー集まって、うお、よよよよ、握手握手っていう感じで、こんな感じ、もう握手しまくって、それにもう普通にはい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 って答えて、おって答えて、改札入ったんですよ。で、同じ新幹線だったので、で品川で私降りたら、やっぱ品川で降りたんですね。で、歩いてたら、もう東京の人、あれっていう、ただ遠目に見てるだけで、誰も何も言わないっていう、多分関西と関東のくっきりとした違いを。なんで、なんでだろう、なんでしょうね。なんですかね、関西人はめったに見ないから嬉しくなっちゃうって言ってましたね。滝沢さんは関西でしょ、どっちかっていうとね、もう話しかけなきゃ損と思っちゃいますね。で、よく特にその海原康代智子さんが関西人だったので、慣れてるだろうと、そういう やられ方にもあって、もう行くしかないっていうのもあったんですけど、もうその私が会った周りにもすごいたくさん人いたんですけども、みんな遠目でした。やっぱり知らないっていう人も多かったと思いますけど、男組のライブで見たので、男組のライブの前田光陽の奥さんっていう立ち位置で、みんな、あれ前田光陽の奥さん、前田光陽のっていう、遠くからみんな見てましたね。そうです、まるで本当三姉妹のように、私は横に並んでずけずけと話しかけてましたね。はい、もう本当にもうそういう時はどうなんですかね、どうですか、やっぱかけないですか、声は、渡辺さん。そうですね、この前小山のイベントで、木曽馬号の運行があって、はい、お笑い芸人さんに来ていただいたんですよね。で、ちょっと芸というか、お客様の呼び込みをしていただいたんですけど、やっぱりね、皆さん目合わせないんですよ。気まずそうに、面白いんですよ、すごく。触っちゃいけない。また栃木は栃木でそうなのかもしれないですね。それがまた面白かったですけどね。ねえ、わかる気がします。ここはそっとしておこうみたいな。子供はね、ガン見するんですけど、じーっと見てる感じの、はい、大人はなんか見ちゃいけないのかしらっていう。やっぱり笑い芸人さんって、どんなシチュエーションでもテンションを上げてやれるじゃん、はい、あれはやっぱ尊敬するね。すごいですよね。誰だったんですか、はい、誰だったんですか。ゾノさんっていう、モノマネとかですか。ソフトボール芸人さんです。もともとはね、所属して2人でやってたみたいですけど、解散して今は初ゾノゾノっていう芸名でやってます。面白いよね。面白いです。一回会うともうハマりますね。皆さんハマってます。
いいですよね。やっぱりそういう面白いことをしたいし巻き込む力ってやっぱりいいですよね。そうだよ。本当に、羨ましいです。本当にすごいです。なんかそういうのがやりたくてっていうのが大学時代はありました ね。人に笑ってもらうってこんな面白いんだなっていう。そこからまあ結婚式にブライダル入った時も、男性司会者は笑わせてもこういいよみたいな、はい、感じで、その当時だったんですけど、女性はもう綺麗にやりなさいっていう時代だったので、わあ男に生まれたかったとその時すごく思ったんですけど、じゃあ変えればいいかなってちょっと思うじゃないですか。だけなのでこう徐々にその自分がね、男に変わるとかじゃなく、びっくりした、男になるかと思った一応無事女性なんですけれども、あのそういうことではなく、そのやってもいいよ雰囲気を作っていけばいいかなって思った頃に、ちょうど結婚式場も、式場という立場からレストランだったりこうゲストハウスが変わったりね、はい、始めたので、ちょっとやってるうちに、意外に、そういう立場なんだねっていう、いじっても大丈夫なんだねみたいな、歌ってる人ですごい歌うまいんだけど見た目がちょっとっていう人いるじゃないですか。あの友達が例えばスマップ歌いますって言って薄っか歌うまいんだけど、スマップからはちょっと程遠い見た目の場合に、初めていじった時にそうゲストいじるんですよ。すごい、すごいですよね。ユキルはすごいですね。あのありがとうございました、目をつむればスマップでございましたありがとうございますみたいなすごい、本当にそれでうまい、どっか受けたんですよ。いや受けるわそれ。そうなんです、初めて笑わせようと試みた結果がそれだったんで、嫌味になんないもんね。それも結構みんな髪の毛が生えればとかって言わないもんね。オブラートですね。そうシーンとしてるの。 そうですね、そうそう、目をつむればって言って、そしたらおいっていうツッコミをそのスマップやってくれた方々からありつつ、みんなもドカンと受けたので、そこからちょっと味しめたっていうか、意外にちょっといじらせてもらうような感じをやってたら、まあ今まで続いてるので、とりあえずはそれはあの OK なのかみたいな感じで来てますね。そういうやっちゃうんすね。やっちゃいますね。打ち合わせでやってないことを本番でやっちゃうみたいな。まあ一応そのお客様との関係性を作っておきますけど、喋った時にこの人は真面目すぎる人はやめときますけど、話してて、なんかいやいやいやもうあの適当にやってくださいとか言われると適当にやっちゃうよみたいなこと言いながら、とあの本番でこういじるとか、あとはあのお客様にいじって大丈夫ですよって言われたらいいんですかって言っていじらせてもらう、いじり OK とかで書いといていじるみたいなのでやっていくと、意外にあの立場としては面白くやりたいっていう人の時の指名をいただいたりとかになる方向できたので、まあ今のところ続いてるんで大丈夫だなっていう。だってさ、結婚式なんて一生に1回の大事なセレモニーですよ。ビデオも撮られてますしね、そうなんですよ。もう失敗できないでしょ。そうなんです。ちょっと失敗エピソードとかある？失敗のエピソードですか、忘れちゃうタイプ。失敗はあの失敗と思わないタイプなんかわかる。そう、基本的にあの受けなくても、全然へこたれないタイプなので、もう笑い芸人の素質ありあり。そうなんです。誰かしらはきっと笑ってるだろうと思えるタイプなので、100人ぐらいいて、あのこれ受けるなと思って言った言葉が、なった時には、あみんな笑いたくて笑えないんだっていう風に思えるような、あの結婚式ではそうですね、基本的には。そうなんですよ。逆にじゃあ、あのめちゃくちゃ喜んでもらったこととかは覚えてます？めちゃくちゃ喜んでもらったっていうよりも、やっぱりあの失敗というか、例えば雷が落ちたりとかするわけですよ。結婚式場に雷がダーンって落ちて、もう完全に全部消えるわけですよ。消える消える。でそれがたまたま、最後の花束贈呈かなんかのシーンで、でちょうどこう、めっちゃいいじゃないですか。2個あったんですけど、1個歩き始めた時にドンって落ちたわけですよ。でもマイクももちろんで、こういいことを言ってたわけですよ。でいい音楽が流れてたんですけど、全部切れたわけですよ。でまず絶対に皆さん私を注目するわけですよ。何が起きたのって言って、で音響スタッフとかがもうわざわざしちゃって、うやっべってなってるから、誰も私に合図をくれないわけですよ、関係者が、もう放置ですよ、で声もマイクが使えない、で新郎新婦どうすんの私たちみたいな状況ですよ。あるね。もう地声しかないじゃないですか、もう地声で音楽が出るまでなんか繋がなきゃいけない、ずーっと喋ってましたね。誰が私に指示を出してくれるのかなと思いながら、いやもう何言ったかも覚えてないですけど、多分なんかあのその日の披露宴を振り返ったと思います。その今日は朝からお越しいただいた2人、そしてお父様お母様の顔を見た瞬間の思いはいかがだったでしょうかみたいな、そんなことをずっとこの披露宴の終わりまでを語って、すごい辛かったですね本当に。もう2回くらいその雷は
あって誰も私が悪いわけではないけど、うん、でも全員が私を見てるので、うん、どうすんのこの後っていう顔なので、しかもマイクなしなので地声でなんか言うわけですよ。結構大変ですね。ありました、ありました。どんな時でも場をつなげるプロだね。ねえ、まあ、それが結婚式の司会者だと思うので、うん、いやひどかったですね。シーンとしちゃったらやばいもんね、本当にね。そうなんですよ、音楽止まっちゃってますからね。もう BGM ゼロでマイクゼロで地声オンリーだったので、うん、いや結構その雷に関しては悪くないけど、これで合ってたのかが分かんないじゃないですか、正解が分からないの で、うん、でしかも超怖い会場だったので、もう怒られたらすぐクビなんですよ。そうなんでした。もうこれやばい、もう本当にこのまま泣きそうになりながら帰り道すごい帰ったんですけど、その時虹が出てて、なんかそれだけが救いだったんですけどでもその失敗があったことで、うん、よくやってくれたっていうのが、うん、みんなあの状況でつなげたのはすごいっていう、逆に株が上がったっていう。そうなんですよ、それはなんかこう、うん、まあそういうことがあってっていうことですね、うんうん、あれだよ、うん、今この番組を聞いてる、はい、芸能関係のね、なんかプロデューサーとかもし聞いてたら絶対バラエティ番組必要だよね。必要ですよね、喋りが上手い人が ね、本当に、うん、あらかじめ用意した台本じゃなくて、その場の空気を読んで面白くするんでしょ。そうですね、普通多分司会者さん皆さん多分そうだと思うんですけど、うん、基本的にあんま台本を読んじゃうと間違えるので、うんうん、台本ない方が多分やりやすいんじゃないかな。はい、もうこうやって字で書かれてると、うん、読まなきゃいけない心が生まれるので、うん、絶対噛みますね、うん、100% 棒読みになっちゃうもんね、うん、それにね、そう、心がそうですね、うん、なんかこう滝沢ゆきお笑い芸人やりたかったブライダル司会者みたいに箇条書きで書いてある方が言葉つなぎやすいですよね。最初からでもそれやらせてもらいたいわけじゃないじゃないですか。若すぎてなんだっけ、キャラクターショー、うん、キャラクターショーやってたの。もうなんかやってましたね。どんなことやってたの。もう普通着ぐるみに入ってとか。逆にキャラクターになってたっていうわけじゃないです。じゃなくてお姉さんですから。お姉さんか。はい、かわいい、はい、かわいい格好して、こんにちは、まあ、そっちで、そっちで錦鯉じゃないですけども、こんにちは、こんにちは、ね、そうですね、スタートして。ちょっと顔似てません、吉田。あと10キロぐらい痩せるとね、うん、はい、いけるかもしれない、歯なくなれば。歯もう同じぐらいなくなってるから大丈夫。インプラントなだけだからね。なるほど、お金持ちの証拠です。はい、そうなんですよ。なんかそんなキャラクターショーは、うん、アンパンマンの人たちと一緒にとか、うん、ウルトラマンの人と一緒にとか、こうバスに乗ってその会場に行って、うん、子供たちに挨拶の仕方を練習するよみたいな、そういうやつやるじゃないですか、うんうん、じゃあお姉さんと一緒にって言って、でずっとやってたんですけど、ある時、うん、もう私自分のことお姉さんとか言えないなって思った時に、うん、やめよって思って、ブライダルをやっぱりやりたいんですって言って事務所変えて、うん、まあ、違う事務所からちょっと誘いもあったので事務所変えて完全にブライダルになった感じですね、うん、いやみんなっていうのも、こんにちはの錦鯉じゃないけど、うん、女の子だったら可愛くないとできないよね、うん、愛嬌ないとね、ないと本当に子供たち怖がっちゃうから。写真見せてください。あ、その当時ね、うん、いやこんなだったのってよく言われるんですよ、みんなに。昔の写真見せると、うん、どっちの方なのか知らないですけど、うん、あーあーっていう、なんかもう昔がどうだったのか、そう、昔と今との差がどうなのか分かんないですけど、うん、分かんないって言われちゃいますね。気になる、本当にと思って、ちょっと分かんない、自分でも分かんないです、全然自分なのに。そうなんですよ、うん、そう、実は滝沢ゆきで検索したの、はい、いやどね、調べるじゃん、はい、ね、滝沢さんの紹介文本当は作ろうと思った、うん、有名な人しか出てこないですよね。で、そうそう、違う人が出てくる。そうなんですよ、有名 なんかお医者さんかなんかでしたっけ、なんかが出てくるんですよね。そうなんですよ、あんまり名を残してないんですよ。ダメじゃないですかね、名を残さないって。滝沢ゆきって多いんだね。あー、そうなんですかね、うん、はい、まあでも喋ることは大好きなので、日々なんかね、こうだんだんこの年になると批判されることも少なくなるじゃないですか、ここ、うん、その喋り方ちょっとみたいなのって、まあ、リスナーさんから言われたらまあまあはいって思うんですけど、うん、なかなかこう周りから言われることもなくなってくるので、うん、そうなんですよ。言われなくなるっていうのはもう完璧になったからでしょ。言われ、言えない、もちろんです、もちろんです。そんなことです、多分怖いんじゃないですか。迫力がなんかね、わかんないですけどもね、なんか面白いことやりたいので、うん、そうなんです、やっぱりちょっとお笑いじゃないけど、うん、
次なる目標はやっぱりちょっとやってみたいですね、お笑いはね。だからもうお笑い芸人さん捕まえるとすぐなんかやろって言っちゃうんですけど、うん、なんかやってっていう風に やってもらいましょうよ、うん、ね、うん、やってみたいです。だからラジオで漫才って絶対に難しいじゃないですか。だって見た目が見えないから、うん、言葉だけで笑わすので、うん、これやろうよって言ったら、うん、すごい難しいよねってやっぱり言われましたね、うん、スポンサーつけてちょっとやってみたいですね一度、うん、なんかチャレンジャーだね。そうなんで、うん、昔あの今もそうですけど三宅裕司さんが、うん、やっぱりラジオでめちゃくちゃ面白いこといっぱいやってたので、うん、そういう感じ面白いな、ま、漫才一人漫才じゃなくてやっぱりただ言葉で笑わすっていう、うん、まあ、基本的にお下品だったんですけどラジオの場合ってやっぱりこう一人の方がやっぱりお笑いの場合やりやすくないですか。どうなんですか、二人の掛け合いだとどっちが喋ってるか分かんなくなる。やっぱ男女でやった方がいいですよ ね、その場合はね、うん、うん、確かに。どうですか雪男さんと。そうなんですよ、言っときますよね、ちょっとラジオで漫才って言ってね、うん、漫才と漫才かけてるみたいな。あ、面白いそうなんですよ、うん、結婚式とかでもあのこうやったら笑ってもらえるとかっていうのがちょっとあるじゃないですか、うん、だから弟が結婚した時にあの万歳余興っていうのをやって、うん、その万歳をとにかくやるっていう余興だったんですけど、うん、弟に内緒でやったらめちゃくちゃ汗かかれましたね本当やめろよっていう、もう弟がメインテーブルですごい冷や汗をかいて苦笑いしながら見てて会場のみんなに万歳させたの。そうなんです、万歳百勝っていう芸があるんですけど、万歳百勝、100はやんなかったですけど50型のおじいさん、はい、おじさんどうすんすか。もう大変ですよ。大変だよ、逆に上がるようになっちゃいましたから最後。本当すごいリハビリじゃんリハビリなんですよ、うん、あのみんなに向けて、うん、あの司会者さんは司会者さんで別にいたので、うん、私はもう本当にあの親族でいたんですけど親族で弟の結婚式 でマイクを人に向けてこのコメント言ってくださいを、まあ、こう一言置いといて、うん、目指せ100キロ、弟ちょっと大きかったので、うん、目指せ100キロバンザーイとかそういう感じで美人な司会者にバンザーイとか優しい姉にとかで何かに万歳するんですよ。で最後万歳万歳万歳ありがとうございましたっていうのをやったらめたくそビビられましたね弟に。お姉さんしか覚えてないって相手のご両親に言われたらしくてすいません。司会者の人のマイク取っちゃったんですか。あのもう先輩だったんで、あ、じゃあ大丈夫だ、はい、こういうのやるから時間10分ちょうだいって言ってやってて、もう弟だけがすごい冷や汗かいてたぐらいではい、そうなんですよ。でもまだあの無事に仲良く2人でやってるので、うん、ホットはしてますけどね。はい、まあ、止めどなく私のトークが続いてしまって、いや、いいんですよ、はい、いいんですよ、今日は滝沢さんゲストですから。そうなんですけども、はい、一回曲をそうっすね、うん、挟んでいきたいと思いますが、はい、本当によく喋るねこれが本当にね、はい、普段は喋らないでこういう時だけ喋るならいいんですけども、うん、ずっと喋ってるので、うん、やっぱりいいと思う。いつも喉やられますね、うん、本当にこんな感じじゃん滝沢さんって、はい、だから一緒に番組やるときにゲストさんの話取っちゃうんじゃないかなってちょっと心配だったんだよね一番最初ね、うん、上手だよねやっぱりねすごいですね、話を聞くときは上手本当ですか、聞けてました。聞けてる、よかった、はい、イメージ変わったもんね本当ですか、もう上手上手だって上からごめんね本当にとんでもないです。ちゃんと話聞きながら、いやいや、質問も完璧だし、はい、ありがたい、そんなね、はい、褒めていただいて、もう1年間楽させていただきました。いや、はい、こちらこそ楽しいお時間を過ごさせていただきまして、はい、10月から9月までという1年間やらせていただいて、ね、やっぱりねもう感謝しかないということでこの曲私選ばせていただきました。はい、モンキーマジックでただありがとう。ポチプレ、時刻は6時32分を回りました。この番組はオフィス吉田グループのお送りいたしております、はい、パーソナリティは吉田秀樹です。はい、そして秘書の渡辺清美です。はい、そしてナビゲーター兼ゲストの滝沢由紀でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、なんかつらつらと私もたくさん話させていただいて、はい、気持ちのいい時間を過ごさせていただいておりますが、はい、まあ、ここでちょうどいい感じですちょうど、ね、ノリノリで、うん、これから本番でしょ、うん、これから本番の感じですけどもう終わりに差し掛かってますけれどもありがとうございますはい、ということで、まあ、せっかくなのでオフィス吉田グループからのお知らせもちょっといただきたいなと思いますが、はい、お願いします。秘書さん、はい、秘書さん、はい、オフィス吉田グループ、はい、今栃木県の小山市を拠点に活動しているんですけれども、うん、
この度10月からですね、はい、本業の IT 部門をですね、うん、拠点を東京に戻して活動させていただくことになりました。もともとね、はい、コロナがきっかけで栃木に戻ってきて、うん、渋谷新宿撤退してね、うん、はいはいはい、いち早く撤退したんですよ、うんうんうん、はいはい、もう逃げるように早かったからね。そうですよね。だからテレビ取材も結構来たんですよ、はい、いち早かったんで、あ、もうさっとこっちに来ちゃって、うん、なんで今回もさっと戻ろうかなってすごいですね、うん、おー、じゃあもうそこもう通うとなるともうそっち東京でお仕事されるんですか、二人とも。いや、私はね、行ったり来たり、うん、はい、もうやっぱり栃木大好きなんで、うん、栃木で今後どうするか私の方は考えます。おー、じゃあ渡辺さん、はい、まあ、他のスタッフさんたちは、はい、まあ、東京と、そうですね、本業の IT 系はね、 IT 系はマーケティング部門は、はい、戻します。はいはいはい、はい、通販と、うん、あとキッチンフード部門ですね、うんうん、あと制作ね、あと制作クリエイティブ部門は引き続き栃木県拠点で、うん、はい、残って頑張りますね、え、はい、まだまだ栃木を盛り上げて、うん、栃木はいい都会中でしょです ね、自然豊かで広くてね、うんうん、はい、はい、私のような面積の広い人間にとっては、うんそうですね、やっぱもう栃木以外行けない、はい、ね、東京に行くとね、ちょっと犯罪者だと思われちゃうんですよ、うん、ちょっと場所取りすぎですよいや本当だよ、一番初めて東京 の、はい、あの喫茶店に入った時に、はい、ちっちゃいんだよ東京、そんなことあります、ね、細くてさ、本当ですか、うん、いや本当だよ、ちょっと分からなくもないなと思います、うん、今話聞いてて、うん、もうね、ごめんなさいって言って、うん、はい、だから2人分ちょっと取りたくなるんだよ、うん、私も飲食の仕事が大好きで、はい、もうとにかくどんな仕事をしてても、うん、ちょっとでもいいから飲食に関わりたすぎて、はいはいはい、今でも飲食の、まあ、仕事バイトしてるんですけども、うん、もうどんな時でもちょっとは飲食に関わっていたいんですけど、うん、ずっと飲食に関わってきて、うん、東京の銀座、うん、もうすごいとこじゃないですか、はいはい、でバイトした時に、うん、まあ本当にちょっとこうお高めなお酒を出すようなお店だったんですけど、うんうんうん、椅子がまあちっちゃくて、うん、でもあけぼのさんがよく遊びに来てくれてたんですよもう本当に、え、両お尻落ちてますけどっていう本当にどこで支えてるっていうぐらい、いや本当に本当後ろからこうね、まあ前に立っているだけの仕事だったんですけど、うん、例えばお荷物とか送りするときとか後ろに行くと、うん、本当両お尻落ちてるんですけど、うん、でも本当にちっちゃいなって椅子がマジでいや本当だって本当に席と席の間の隙間、うん、通れないんだから、うん、確かにパーソナルスペースが都会の方は慣れてらっしゃいますよね、狭めというか、そう、田舎の方より、ね、はい、だからそういうことであるのかもしれないです。そうなんです、だから東京に行った時に僕のような体型の人が少ないなと思ったのはなるほど、やっぱそういう理由もあったのかもしれない。そうかもしれないですね、みんな痩せてるんだと思ったもん。まあ、そんなこともないですけど ね、うん、いっぱいいますよ、いっぱいいます、はい、外国の方も今は ね本当にたくさんいらっしゃって、ね、ちょっと寂しいな、いいのか悪いのかあれですけども、うん、さっきもちょっとちらっと話したんですが、宇都宮で駅、うん、電車乗ろうとしたら新幹線からそのまま、うん、宇都宮降りずに日光に行っちゃう外国人の団体さんがすごい多かったんで、はいはいはい、ちょっと寂しいですよ、宇都宮、うん、カモーンって思うんですけど、うん、降りてよ、もう全然 見もしないで、もう日光線の方に、世界の日光線だね、うん、そうですね、うん、すんごい人来たと思ったら、うん、すんごい勢いで日光線の方に行っちゃって、かあーと思いましたけどね、なんか誰かいないかな、宇都宮にね、呼んじゃう人、もう降りたいって思うようなね、なんか餃子でするおね、そうですよね、海外の人餃子食うんかな、食べるんじゃないですか、もうお肉だし野菜だし、餃子っていう、うん、餃子、寿司焼肉までは行くよね、寿司焼肉は行きますね、うん、あと海なし県なところがね、ちょっとこう、うん、心そそらないところもあるかもしれないですけどね、食べ物は美味しいですか、かんぴょうダメですかね、かんぴょう見た目ちょっとね、これは食べ物ですか、ね、になりますね、うん、難しいか、難しいな、なるほど、もっともっとこう宇都宮もね、うん、盛り上げていただきたい、栃木県やっぱり残っていただいて、うん、しっかりと、はい、盛り上げていただきたい、ね、やっぱり思ったのが、うん、宇都宮に私も来て思ったんですけれども、うん、クオリティが高いお店がやっぱり東京だと絶対それのもう 1.5 倍、うん、2倍するようなお店がすごく安かったりする、うんうん、美味しい料理がいいお安い値段で食べられるっていうのはものすごいラッキーと思って、うんうん、
やっぱり東京から戻ってきたとか、そういう人たちが多いので、すごいラッキーと今でも思ってますね。宇都宮そういうクオリティの高いお店多いので。多いよね。多いです。多い。あの有事工事さんがさ、いっぱい飯旅だっけ、紹介してくれてるじゃないですか。行きたい店いっぱいあるもん。この間昨日でした、ベスコングルメというのをやったんですけども、ちょうど有事工事さんで、私それ見れなかったんですけども、味一番って、まあ、餃子屋さんがあるんですけども、そこが出て、まあ、あのオーナー結構塩対応なんですけど常に、で有事工事にもかなり塩対応してて面白かったっていうのをみんな言ってました。そういっぱいなんだよって言って。 なんで飲食店のねボスって塩対応だと思われちゃうんだろうね。あれはだって職人さんだからね。ああ、確かにそんな感じです。職人さん塩対応ってわけじゃないんだよね。でも寂しいですね、塩対応がいつも。そうなんだ。寂しいなと思うんだけども、うまいところでこう優しくするから、なんかこううまいんですよ、飴とムチの使い方 が、ね、そこが、はい、だからすごいみんなファンが多いんですけど、有事工事もそこに挨拶に行った、食べに行ったら満席なんだよって言われたっていう、で外で食べたっていうのがなんか昨日流れてたらしいんですけれども、はい、逆にすごいですよね。すごいよ、ね、偉いっていうか差別化しないみたいなね。そうですよ、ね、うん、もうそうそう、どうぞどうか自分だったら、あ、有事工事さんどうぞどうぞ、ね、こちらへこちらへってなるよ。よく来るからじゃないですか。そうそう、よく食べに来るんじゃないですか、餃子やっぱり。うん、だからそういうなんかベスコングルメも紹介したりとか、宇都宮ね今有事工事のおかげで栃木県全体を盛り上げてもらってるので、ね、うん、ここがチャンスで。栃木は今いいよね、はい、LRT もだから特に宇都宮は、ね、うーん、はい、あとなんだっけ、競輪じゃなくて自転車と、ブリッツェ、あとバスケ、はい、ブレックス、はい、うん、もう宇都宮でしょ、はい、ね、私はほらブレーブスが好きだから、なんとなく小山が羨ましいんですけれどもね、はい、うん、全部横文字言えないね。そう、だいたいブーって言っとけば、ブーって言っとけばどれかには、ね、あーブーね、あブリッツェ、あうブレックス、あーっつってブレーブスみたいな、 B から始まるんでね、みんな。ちょっと待って、会社も B から始める会社ですか。上回って A でいいんじゃないですか、やっぱり。あ、赤プロモートの運が一番いいと思います。ブリブリ。ごめんなさい、生放送じゃないね。はい、じゃあ、はい、戻します。はい、もうあと10分ぐらいしかないよ。本当ですね、あっという間のお時間に、ね、もう最終回でこれでいいのかなっていう ね思いでございますけれども、本当に数々いろんなゲストの方にお越しいただいて、もういろんなつながりができたのは本当に吉田さん、渡辺さんのおかげだなと、もう思いますしね。本当はね、なんかもっとね、うん、どんどんね、うん、素敵なゲストを紹介しようと思ってたんですけどね、うんうんうん、一旦お休みして、うんうん、また再開しますから。そうですね、またあのゲストを食べとくっていうのもね、そうそう、いいですよね。私の方でもこう、お、この人はちょっと吉田さんに紹介したいんじゃないっていう人はリストアップして、うん、ちょっとね残しておきましょうね。宇都宮もそう、小山もそう、いろんな方、すごい方いっぱいいますもん ねすごいんだよ、うん、もうガッチー島さんぐらいだと思ったから最初、はい、ね、栃木県が、栃木県って言ったら、はい、うん、はい、そうですね、栃木県といえば誰ですか。有事工事さんを抜いてですね、抜いて、今有事工事さんの話だから、栃木といえばみたいな、ね、栃木市に女優さんがいらっしゃいますよね。石川蓮ちゃん、はい、おいらっしゃるんですよ。若い感じですね、もうやっぱりね、やっぱり若い感じの、本当やっぱガッツリします。この前テレビ出てました。出てましたね、はい、栃木についていろいろね、あのチアリーダーのやつですよね。そうです、はいはいはい、ごめんなさい、もう話についてくれてお二人でお願いします。いやいや自分で振っといてごめんなさい。いやでも栃木といえばねっていうのがいっぱい上がるだけすごいじゃないですか。悩むぐらい上がるというか、あとバスケがやっぱり今この間のパリに出るというあの試合で盛り上がって、比江島選手がすごかったじゃないですか。すごかったね。いやあんなすごいんだと思って、あんまり見ないので、いや今季は見に行くぞと心に決めましたね。これでバスケね、やる人増えるんじゃないの。お、まあ、そうすると野球とかサッカーが減っちゃうんでね、まあ、全体的に困りますよね。いろんなちょっとこうみんな奪い合いになってますもんね、子供たちの。はい、なのでちょっとやっぱ野球が若干好きな私にとってみれば、はい、野球がね、野球9人必要だからね、いっぱいね、そうなんですよね。でも野球もあの話によれば、あのファームリーグにエイジェックが参戦するということで、ファームリーグっていうのは、まあ、言うなれば2軍ですよね。で、あの今は、12球団
が今やってるんですけども、11なのかな、で10、それを偶数に何かをしたくて、うん、で今静岡と栃木が立候補していて、うん、球団を持たないファームのだけの試合をするっていうのに手を挙げて、はいはいはい、多分通ると思いますね。来年くらいからは、一応宇都宮を、うん、本拠地にしたいとは言ってるんですけど、うん、練習場というかその、まあ、住む場所というかを栃木市にするって言ってるので、はい、微妙になんか散るんだなと思って、ね、そうなんですよ。またあのね、いろんなすごい選手が来るんじゃないかと、今私の中では栃木市に練習場があるけれども、うんうん、試合を本拠地をこっちにするんであれば、うん、宇都宮としてこう応援できるなと思って今期待の、うん、期待値が高まってるんですけれどもね、うんうんうん、そうエイジェックやると思いますよ、いろいろやるね、うん、ね、宇都宮にもすごいね、ブレーブスもあってね、はい、ね、あのもう社会人野球と女子野球と、うん、ね、ファームリーグに参戦っていう手を挙げてましたね。やるな、うん本当ですね、なんか乗っかっちゃいましょう、ね、乗っかりましょうよなんか、はい、なんかね、楽しいことができるようにちょっと乗っかりたいです ね、 そうですよね、うん、せっかくなので、はい、同じ大山ですからね、そうなんですよ、エイジェクさんとは結構連携してたんですけど、うん、ね、はい、やっぱり天下のエイジェクさんなんで ね、 ー、はい、ね、はい、乗っかれないんだよね、そうなんですよ、高すぎて、はい、そうなんですよ、乗っけてってそうなんですよね、やっぱりもう本当にすごい面々がね、来るので栃木のなんだろう知名度というか、はい、そこも上げてくれてる感じですよね、あのテレビでムネリンとか、そうそうそう、高岸が出れば、はいはい、栃木ゴールデンブレーブスを背負って出てくれるじゃないですか、それはやっぱすごいなと、ただそれを栃木とこう小山と結びつけてくれてるとかどうかちょっと分かんないですけど ね、 うん、まだ小山ってみんな言っちゃうからねそうですね、まだいますか小山ね、いますよ、本当ですよ、本当にそればっかり、そうなんですか、宇都宮は絶対宇都宮ですから、まあそうです ね、 ね、うん、都ですからね、まるまるすごいよ宇都宮ってね、うんうんうん、はいはい、みんなあのすごいですよ、ね、あれで全部宇都宮はみんなわかる、うん、うん、そうですね、誰が考えたんですか、ちなみにすごいよね、すごいです、住めば愉快だ宇都宮からスタートのね、それそれそれ、なんとか愉快だって、うんうんうん、そう、うんうん、飲めば愉快だ宇都宮ですね、 あれはダイヤモンド愉快さんですかダイヤモンド愉快の方が先ですよね、でもねきっと、ね、愉快だ愉快だ愉快だはい、で愉快の日今も多分あるんじゃないですか、25日はだいたい愉快の日で、私が好きなそのブルーマジックってビール屋さんは、うん、大きいサイズがショートの値段で飲めるとか、そういうなんかこう愉快の日っていうのもずっとやってました、うん、あの25日が愉快の日、そうなんですか、宇都宮ってやっぱすげえな、面白い、ちょっとごめんなさいね、一体感ありますね、でも宇都宮のこと知らなすぎてごめんなさいそう、あんまり浸透してないんじゃないかなっていうことの方が不安、なんか聞くと宇都宮が発祥とかっていっぱいあるんだよね、はい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 、マチコンもそうでしょ、マチコン、あ、そうですね、マチコン、ね、はい、あんま最近やってるの見かけないですけどもね、コロナ禍なんかね、はい、そうなんですけどもやってましたし、あとお弁当もなんかそんなちょっとこう、うん、宇都宮がみたいな駅弁か、駅弁もね、そうそう、宇都宮発祥だもんね、って言いますよね、うん、結構あるんじゃないですか、ごめんなさい、宇都宮の話になっちゃいました、いいんですよ、滝沢がいる宇都宮の話がいいんじゃないですか、はい、もう大してそんなに私もないので、ね、大丈夫です か、 ですかあの渡辺さん質問用意しといてってなんかありました、ないっていうオチはやめてね全部喋られちゃったっていう感じですかねもうあのそんなにあれなんですけどもね、面白い話は大体しちゃったかなっていう感じで終わりますけれどもね、うん、うん、まあ、今後ともぜひぜひね仲良く締めに入ってんのすごい締めに入ってるよね今後ともだって本当ですよね、なんかでも、うん、まだまだやっぱりね、喋りの部分では、うん、やりたいことはたくさんあるので、まあ、そのお笑いもそうですしね、うん、いろんなこう喋りで笑わすっていうのもそうですし、うん、もっともっと外に出てイベントとかで ね、 そ う、 ね、そう目立つように目立つように目立ちたいんかいっていう感じですけども ね、 いやいや大丈夫です、はい、ちゃんと1年間ちゃんと見てましたから、ね、ありがとうございます、我って感じじゃないもんね違いますね、さすがだなってね、やっぱり結婚式でその裏方とかサポートされてる方っていうのは本物ですよね、うんうん、そうですね、まあ、本当に何が起こるか分かんない、うん、ケーキが倒れ本当そうになったこともありますね、倒れそうになって新郎新婦の後ろにこうケーキがあったのでスタッフが慌ててこう、うん、お客さんからは丸見えなんですけど新郎新婦には見えてないので、うん、ちょっと支えるみたいなすごいすごい
なんかこうワンピースが流行った時に、ワンピース の、 あの海賊船のケーキとかやったら、上がだんだんして沈没するってなってて、すごいスタッフが慌てたことがありましたね。もうケーキは何度も倒れたりとか、もうやっぱりね、いろんなことを派手だからね。そうなんです、対応、それを対応しなきゃいけないので、いかにあの傷つけずに、いかにあの沈ませずに、その場をえって思わせずにっていうのがやっぱりありますよね。よくなんかご両親が倒れちゃうとかよかったんですよ、やっぱ当日まで緊張されてるとか。そうだよね、今それ質問しようと思ったの、ちょうどもうそうなんですよ。お父さんが、あの最後いないとかあるんですよ、あの救急車で運ばれちゃってるとか、結構あったんですけど、私がやってるところの会場は割と病院が近かったので、あの途中で倒れても最後戻ってくるパターンが多い、すごいすごいですよね。すごい、あれお父さん大丈夫って言って、もしすっごい心配してたんですけど、最後みんな何事もなかったように、座って椅子に座ってらっしゃるんですけども、やっぱりちょっと過労というか、あのちょっと朝から緊張しすぎた上にお酒飲んじゃったとか、でっていう、そうベルトが苦しいとか、やっぱりそういうのあるじゃないですか、着物とか、そういうのがあったっていうのはよく昔はね。今はあのご両親もラフにしていいよっていう、こう着物じゃなくてもいいし、ラフでいいよってなってるので、今の結婚式は割とそんなことはなく、楽しい。昔あれだもんね、ゴンドラとかで降りてくるから本当ですか？見たことないですけどね。本当ないです。俺はかろうじてあるよ。もう新郎新婦が上から降りてくるの、こうすごいよ、あのドライアイス。すごい。もう滝沢さんすげえな。イメージわかりますもん。こうやってボーッと降りてきて、東京ドームじゃないですか。もうそうだよ。もう中盤やってからこっちで。逆に新しいですよね、今やったら。すごい。本当にそんなぐらいのこともありましたね。ド派手なやつって。じゃああれだね、まとめると滝沢さんはね、ライブの人なんだよ。はい。ああ、なるほど。ね、ライブでやっぱりその場限りの楽しさを確かに演出する人だから、毎回違うんだね。そうですね。あの面白いかもね。喋り教えてとか言うじゃないですか。はい、言われてここでこんなことがあったらどうしますかっていう勉強会やっても一つも出てこないですね。その場で浮かんだ言葉しか出てこないじゃないですか。すごい。そうなんですよ。ちょっとね、共感。ですよね。そうなんですよ。まあ、なんとも言えないですね。だからこう、だから下手なんですよ。そう教えるのとかが。いやいや、あ、教えるのはね。そう、うまくできないんですよね。こう長嶋茂雄タイプでしょ。あ、そうですね。もう、ああして、こうして、ここで、みたいな。そうそう。バンして。本当そんな感じですね。わかるわ、わかるわ。そう。なるほど。でも感性ですよね。多分これって、多分みんなそうだと思いますけど、割と感性だと思いますね。じゃあ、やっぱりあれ、例えば、ライブで適当に歌を歌うとか、好きですか？歌はでも歌わないので。本当？そうですね、歌は歌うまそうだけど。そうなんですよ。だから歌、下手でもうまくもないからつまんなくてやんないんですよね。だ普通なんですよ、歌って。だからこうどっちも面白くないんですよ。だからすごい下手なら面白いし、すごい上手かったら聞くんですけど、っていう、なんかもうどっちでもやや下手ぐらいなんですよ。ちょっと今あの反省、俺も一番つまんない。そんな反応だもんね、周りね。そう、一番つまんないやつ。え、そうですか、自分が、周りが。そうなんですか。私もでもそれで好きなら歌えるじゃないですか。そんなにあの喉は喋るためのものなので、歌で喉を潰したいと思わないので歌いたくはないんですよね。その代わり暇な時はずっと鼻歌歌ってますけど、多分出てますね。なんか一人の時は大体なんか鼻歌歌ってますね。なるほど。鼻歌じゃないな、私は。そうですね、思いっきり歌ってる。お腹からね、うるさいですから。おー、ずっと歌ってる。歌ってますね。今電波で流せないぐらいのことをずっと歌ってます。子供が喜びそうなね、フレーズを。はいはいはい、私も嫌いじゃない。嫌いじゃない。めちゃめちゃお笑いで一番笑ってるの、そういうとこですから ね、はい。子供たちがドカーンって笑うときに一緒に笑ってるタイプですから ね。なんでですかね、ああいうの面白いの。面白い。ね、電波で乗せたい。本当ですよね。だからやっぱりイベントとかでね、ライブでやりたいですね。そうですよ。はい、もうそういうこと思いっきりやりたいですね。やっていいのかどうか知らんですけれども。いやいや、やりましょうよ。そうですね。また本当に次回なんか再開するとき、このね、ラジオが再開するとき、またね、お会いしたいなと思いますので。滝沢さんでもね、ミワラジで定期的にいろんな番組出てらっしゃいますね。そうですね、喋らせていただいておりますので。私、ちょっとスポットで。ああ、本当にね、何かあるときには、また遊びに来ますよ。そうですね、ぜひぜひボーンと来て、はい、面白いことやって、スッて消えていくみたいなね。一応引き続きね、イベント関係のお仕事もやっていくからね。はい、そうですね。その告知するの忘れちゃったよ。最後お願い。はい、イベント関係、17日の宇都宮でもなんかやってくれるんですよね。やるでしょ、今度。そうですよ。忘れてました。来週です。はい、じゃあ今週です。今週だよ。
今週です。日曜日はい、9月17日、はい、日曜日、ライトキューブ宇都宮で開催される雷祭りに小山の木曽馬号を出展させていただくことになりました。素晴らしい、ね、LRT と小山の木曽馬号、はい、ツーショットで、ツーショット、すごい、ね、夢のツーショットが叶うので、すごいですね。待ち受けにできるやつですね。本当ですか。しないですけど。ということで、お後も笑って終わりました、はい、ありがとうございました、はい、1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、またぜひお待ちしておりますので、はい、いつでもお声掛けください、はい、ありがとうございます、はい、また来ます。ではこの番組のパーソナリティは吉田秀樹と渡辺清美とナビゲーター兼ゲストの滝沢由紀でございました。さあ最後トチプレ3人でいきますか。行きましょう。もうずれるかもしれないですけども、うん、それは OK ということで、はい、はい、この番組はオフィス吉田グループがお送りいたしました。それではせーの、トチプレ、またいつか。ウェブを使って売上や集客の結果を出すにはプランを練ってから実践することが一番の近道。1500社を超えるクライアントのサポート実績を持つ吉田秀樹氏が実践をもとに綴った新刊ウェブマーケティングはプランが9割。今だからこそじっくりとウェブマーケティングを学んでみませんか。お近くの書店または吉田秀樹オフィシャルショップ Amazon 楽天ブックスにて絶賛販売中です。